どうも皆さんこんにちは、 TK ボンチャンネルです。今日は僕のとある土曜日の半日を皆さんにご紹介していきたいと思います。ですね、今時刻は11時ぐらいなんですけれども、朝はですね8時ぐらいに起きてタイマー、だいたいね、仕事で次の日休みという時はタイマーしないんですけども、だいたい8時前後に起きます。ただね、ちょっと今日少しハプニングが起こってて、一昨日ですね、部屋にあるファンが壊れて、で僕のものではないので大家さんのこのアパートのものなんですね。なので大家さんに持ってって、一昨日ですね修理してほしいって言って、昨日一日修理して、で連絡が来てもう準備 OK ってことでね、さっき下に行ったら自分でつけるって言ったらですね、大家さんがつけてくれるということで、まあ、大体ね半年に1回ぐらい大家さんが来て、まあ、チェックする、チェックっていうか、こう部屋がどんな感じかとかね、なんか壊れてないかとか、まあ時々来るんですね。なんでまあ大家さんが自分で取り付けるってことで、あやばと思って、本当出かけるっていうか、でもちょっとねそこら辺ブラブラしようかなと思って、急いで戻ってきて、まあ掃除しました。キッチン掃除して、風呂場も掃除して、トイレも掃除して、床も掃除して、このね、バルコニーも掃除して、もう汗だくでなんとか今終わったっていう感じになります。そしてそれとは別にもう一つですね、今日することがあって、先週、革製品のお店に行って、財布をですね、オーダーメイドをしてきて、もともと店舗にあるものを買ってもよかったんですけれども、なちょっと気に入るものがなくて、自分が今持ってるね、その財布の同じようなパターンのものを、革でですね作ってくれるということで、まあ、値段も同じということですね、店舗に置いてあるものとオーダーしても同じということなので、今日ちょっと注文してて、値段とかもですね後ほど、ご紹介していきたいと思います。今ですね、洗濯中でございます。もうすぐねこんな感じで汚れるんですね。ただもう、掃除するのめんどくさいんで、そのままにしております。すみません、ちょっとね、洗濯機の音がうるさいかもしれませんが、今からね、マッサージに行くことになりました。だいたい1週間に1回か2回かな、マッサージに行っております。で平日に1回、土日に1回って感じなんですけれども、まあ、絶対週に2回って行くわけ、2回行くわけでもなくてね、まあ、体調だったりとか、あとスケジュールとか、まあ、仕事の関係とかでね、まあ、行く時もあれば行かない時もあるって感じなんですけれども、僕ですね、その、マッサージショップのプロモーションカードみたいなのですね、去年まとめて結構な額買ってるので、半年分ぐらいですね、お金払わなくてもマッサージが受けられるっていう感じなんですね。なので手元に回数券みたいなのがあるので、毎回行ったらそれをね1枚渡すっていう感じで、それが1枚で1時間なんですね。なのでまあ90分そのマッサージしてほしい時は最初に2枚払って、次回1枚ですね。なので1枚半って感じになります。なので、まず洗濯物を干して、でマッサージに行って、そして、財布をですね取りに行きたいと思います。そろそろ洗濯が終わります。音楽が鳴るのでよかったらぜひ聴いてみてください。はい、ということで洗濯終わりました。はい、ということで今から1時間マッサージを受けたいと思います。それではマッサージが終わったので、次はですね、財布を取りに、本革製品のね、お店に行きたいと思います。I'm going to go.
カンボジアのプノンペンにあるとあるサッカーグラウンドに来ております。一昔前まではですね、カンボジアといえばおそらくまあバレーボールとか、あとは何ですかね、ボクシングとかがね、国民ではまあ好かれてたんですけれども、最近はですね、めちゃくちゃサッカーも人気です。結構サッカーはですね、サッカーもまあ身長いるのかもしれないけどね、バスケットとかバレーとかに比べてね、国民全体的にそんな身長が高い方ではないと思うので、サッカーとか卓球とかね、なんか身長があんまり関係ないスポーツとかどんどん広まったらですね、カンボジア人はめちゃくちゃ、なんか瞬発力ある人多そうなので、成績を残していくんじゃないかなと思っております。カンボジアのプノンペンにある BKK1 のエリアにいるんですけれども、気づきますでしょうか、信号がついておりません。おそらく一時的なものか停電だとは思うんですけれどもね、まあ日本じゃちょっとありえないかもしれませんが、カンボジアではね、時々信号がついてないということもなくもないです。ちなみにこちらが、その革製品のお店になるんですけれども、こちらですね、になります。ただですね、ちょっとできてないということで、6時かな、6時にもう、自分のねアパートの方にデリバリーしてもらうことになりました。本当はね、昨日までにできてるということだったんですけれども、今日来てみるとね、まだできてないということで、今日の6時に自宅アパートの方に届けてもらう予定なので、またその時にご紹介したいと思います。大家さんから扇風機もらいました。どう見てもね、新しいんですよね。なんで多分修理してくれるって言ってたんですけど、多分新しいものを買ってくれたみたいです。でね、取り付けてくれるって言ってたんですけれども、自分でするって言ったらまあ OK ということで、今から自分で取り付けたいと思います。はい、ということで扇風機無事復活しました。こちら僕の部屋のですね、エアコンになるんですが、しばらくフィルターも掃除してないので掃除したいと思います。ここをね、掃除するだけでも少し違うと思うので掃除しましょうかね。はい、ということで、まあ、見た目ちょっと分かりませんが掃除終わりました。ようやく少しね、部屋でゆっくりできる時間が取れそうなので、買ってきたコーヒーでも飲みながらね、ゆっくりしたいと思います。うまい。それではしばらく、動画を止めたいと思います。3時間後ね、また財布が届くと思うので、そしたら、動画を撮りたいと思います。ということで、こちらがその財布になります。一応ね、オーダーメイドで作ってもらっておりまして、色はもう見た感じこんな感じですね、黒でマットブラックみたいな感じですね。で、この刺繍はですね、オレンジっぽいかな、茶色っぽい色でございます。で、中はこのような感じですね。カードケースは1234両サイド2箇所ずつと、この内側の方もですね、ポケットが両サイドついておりまして、で中はですね、2つ2箇所になっているので、カンボジアですね、もう皆さんご存知の通り、コインですね、硬貨がないので、もう紙幣だけなんですね。なのでこれで十分ということで、コインポケットは、ありません。こんな感じでございます。でですね、カンボジアのものが欲しくて、そのメイドインカンボジアのものですね。なので一応オーナーさんに、どこさんか聞いたところですね、この革はカンボジアのものだということで、でオーナーさんもカンボジア人だったので、まあ、一応フルでカンボジアですね、メイドインカンボジアかつ、カンボジア人に作ってもらった財布になります。気になるお値段なんですが、こちら25ドルになります。税込み、込み込みでね、25ドルなので、ものすごく満足です。ということで、最後までご覧いただきありがとうございます。それではまた次の動画でお会いしましょう。 See you, bye!